こんにちは、ガミくんです。今回はみんな大好きビットン破壊攻略を、カムイでやっていこうと思います。メルエムとかカルナとかでもやってた伝統の攻略法ですね。ここでも使います。で、こんな感じで HP が400万くらいしかないんですよ、ビットン全てのステージで。だから、まあ、ディアンヌでも壊せる。で、なんで反対属性のディアンヌ連れてきてるかっていうと、そのここってブロックの上にビットンがあることもよくあるんですよ。だからそのブロック対応してるこの重力持ちのブレイカー持ちってこの子と、あと FF コラボのバツっていうキャラだから2体しかいないんですよね。だからこれって誰にでもできる攻略法じゃなくて、そのバッツかディアンヌどっちかは持ってないとできないんですよ。だから結構敷居高いね。で、あと絶対に守らなきゃいけないのが 4P で抜けること。 4P で抜けないとこれ絶対ディアンヌ初手にしないといけないんで、2ターン後にはそのあれが出てくるから、ワープが。 OKOK。で、剣心は、これ、ワンパンできるんですよ。超 AGB ついてて。だから、ものすごく強い。SS は、まだ使ったことないんですよね。どれくらい強いのかわかんない。で、こんな感じでいい感じに調整できたんで、まあ、ここは横勘でいいかな。で、絶対にローズで抜けるんで、ちょっと調整。どうだろう、抜けられるかな。でもうわ、靴、ここブリートラはね、重力まとってないからキラー乗らないんですね。おっ、オーケーオーケー。で、まあこれやるときは 4P のキャラに紋章をつけておくと、まあ、抜けやすくなって楽になるんじゃないのかなと思います。で、次が次そっちか。で、挟まる。あー、でも剣持つのか。剣心に剣持たせたくないんですよね。この子を重力キラー弱点キラー両方持ってるからめちゃくちゃ強いんですよ。まあこれで弱点殴って OKOK。 よしよし、いい削り、いい削り。で、ローズ使ってるのは、まあ、貫通のキャラで、まあ、強いキャラっていくらでもいると思うんですけど、まあ、ローズにした理由は、その、SS が12ターンで打てて、まあ、それの火力結構高いんですよね。まあ、普通にこうやって殴っても強いんですけど、お？いや、いける？おお、いいね。もう手遅れさ。お前の知ってる兄貴なんて。もうどこにもいない。で、これの実用性はね、まあちょっと微妙なところ、その 4P に強いキャラ置かないといけないってところで、フレ枠をまあ誰かにやってもらわないといけない。それかまあ1、まあそれか1捨てで、そのなんて言えばいいんでしょう、1捨てで、まあ例えば 2P とかに置いといて、ワープありで頑張りながらやっていって、まあ2捨て以降調整するっていうスタイルでもいいかもしれないかな。あ、やべ、いやー、やっちまったな。これやるとなかなか大変なんすよ。いやー、今のあっち狙いでいけばよかったな。フレズベルク狙いで動けばよかったな。 3P にしたまかして、そうやらかした。で、これね、基本的にまともに雑魚処理できるのってこの2体、剣心2体しかいないんですよね。まあ、ディアンヌはまあ言わずもがな、水属性だから全然できなくて、ローズも貫通だから価値は処理できないんですよ。なので、ちょっときつい。で、ここはとりあえず即死リセットだけしておいて、で、ディアンヌはこれ何もできないんで、とりあえず配置的には弱点移動しておいた方がいいか。で、あと左側に次のステージ来るんで、ビットンが左側に配置しておきます。とりあえず一回ずらしていく。まあ、この位置だったら全然いけると思います。で、ここから。OKOK。で、あともう一個ちょっとこれで大変なのがね、4P、まあ絶対に 4P で抜けるじゃないですか。即死の、その、
最後即死の前の一巡、最後の一巡の最初に行動するのが 4P なんですよ。だから実質あともうこれ即死までにあと2ターンでなんとかしなきゃいけないんですよ。だからこの次のローズのターンで抜けられなかったらもう負け。さすがに剣心で削り切らないと思うんですよね。どうだろう、うーわうーわ、もうちょっと削ってくれればこれちょっと SS 案件かもしれない。これで抜けられなかったら負けだからな。そしたらこうか、これで戻ってきて殴ってみたいな感じでやろうと思います。私がみんなを守るの、ラビングローズよし、 OKOK、 まあこんな感じでローズの SS 一覧階は紋章はついてますけどめちゃくちゃ強いんですよ。でここからどうしよう。まあビットンは壊します。ビットンは絶対壊さなきゃいけなくて、この後なんかしたい、なんか起こって魔導士、まあ魔導士ちょっと削るぐらいが限界か。でここの魔導士がねやっぱりちょっと硬いから、でほっとくと攻撃力アップしてディアンヌに攻撃集中するともうそれですぐ死ぬんですよ。だから魔導士処理もねなかなか大変。でこれで OKOKOK、 なのでまだ剣心の SS どうなんだろう。でもこれどうかな、2回動けるからまあとりあえず魔導士は倒しておいて、よしよしよし。でどうしよう、横間で配置しておこうかなこれ。まあ、横間で配置しつつちょっと削っておきます。2回殴れたらまあ OKOK、 そのぐらいなら十分です。これで盾になってくれたね今。すごい助かった。でこれ友情でちょっと削りたいかな。なんとかなんとか、いやダメか、くそ。でこれか、ここからちょっと怖いんですよね。SS でちょっと SS の威力も確認したいんでそれ使おうかな。どれくらい効くだろう。で多分これで魔導士も倒せると思います。でも強すぎたら困るな。でも弱点殴らないからそんなに、うわ弱点、えちょっと待って、弱くね。うわ弱わ弱わ、え弱点当たっても今の絶対、うーあぶねあぶね、ちょっと待って。ローズ横勘で多分いけるよねこれ。あぶね、164ってもう使用回数で助けられたようなもんよこれ。そしたらちょっとパンにゲージいけよう。まあ一回しか多分殴らないと思う、殴ってもまあ一回も殴らない、う強すぎ、ちょっと待ってやめて、お危ね危ね、剣心強すぎ、一殴りでこれか。でこれで2回弱点殴ればこれ抜けられると思います。よしよし、これでいった、多分これで。で魔導士はディアンヌの SS 多分なんとかできると思う。あれって下から突き上げる吹っ飛ばしの固定ダメージだから、ダメージどれくらいか忘れたけど結構強いと思う。まあ、とりあえずこれで確実にビットン壊して、あーちょっと待って、怖いからちゃんと上から叩くように感じで打ちます。オッケー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 、今ちょっと弱点ロックオンで魔導士削ってくれたのになかった。オッケー、これでどうなるかな。おオッケーオッケー、これでもうほぼ勝ったでしょ。あとは魔導士処理頑張ってするだけ。魔導士処理じゃない、ドーマンか。ただ配置ポンコツなんすよね。配置ポンコツだからな、一応横間で登っていけばなんとかなるかな。でもちょっと角度つけすぎな気がするな。どうだ、いけかな、いけいけ、よしオッケー、よしオッケー。もう剣心の SS ポンコツだから使わないよ。もうアマかける竜のひらめきはいらないです。で SS ローズの SS も一発撃てるからもうほぼ勝ちかな、これいったかな。いや剣心もうここから本気出していいっすよ。
いや、1殴りでこれだからね、5分の1ぐらい持ってってるんじゃない？で、多分ローズの SS で、これ今下から上行って、で、戻ってくればいいかな？多分これで戻ってくればいいんじゃないのかな？おお、強っ！ローズ強いな！というわけで、まあ、これの実用性はね、まあ、ちょっと微妙なところ、イザナミ3での成功方攻略やるよりかはマシぐらいかな、だと思います。